私の名前はアキコ。5歳の娘を一人で育てている35歳のシングルマザーです。元旦那のカズヤは信じられないほどのクズ男で、1年前に不倫した挙句に離婚届だけを残して浮気相手と駆け落ちしたのです。最初はショックでしたが、娘のメイを育てるために必死で生活しているうちに、だんだんあの男への怒りが勝つようになってきました。そんなある日、知らない LINE アカウントから連絡が来たのです。おい、アキコ、元気か？誰ですか？俺だよ、カズヤ。まさか俺の名前忘れたわけじゃないだろうな。カズヤ、今までどこにいたのよ。私の LINE もブロックしてたくせに。悪い悪い、スマホ変えたんだよ。いろいろ面倒な連絡が多くてさ。面倒な連絡って当たり前でしょ。離婚届だけ置いて急に消えるとか、今までどこにいたのよ。今までのことはいいだろ。過去のことは忘れて今を生きようぜ。何気持ち悪いこと言ってんのよ。浮気相手と駆け落ちして私とメイを捨てたくせに、よくそんなことが言えるわね。捨てたつもりはないし、お前たちの愛を忘れたことは一度もないぜ。どう、かっこいい？気色悪い。いやー、相変わらずの塩対応、あざっす。それで今どこにいるのよ。いや、普通に隣町にいるんだけどね。意外と会わないもんだよね。そうなんだ。そんなに近くにいるのに今までメイのこと気にかけもしなかったの？いやー、俺もいろいろ大変だったんだよ。分かってくれるだろ。全くわからないし、分かろうとも思いません。冷たいよ、そんな言い方しないでよ。今さら何の用なの？やっと慰謝料払う気になった？そんなの全然無理。実はさ、金貸してくれない？は？お前正気か？口調がえぐいよ。悪いんだけどさ、ちょっとだけ金貸してくれない？貸すわけないでしょ。だいたいどうして私があんたにお金貸さなきゃいけないのよ。だってこんなこと他に頼める人いないし、なんだかんだ言ってアキコが俺のこと一番理解してくれてたかなって、そう思ってるんだよね。綺麗事言っても無駄。なんで必要なのよ。だいたいあの浮気相手の女は？あいつ無職なんだよ。俺の稼ぎを当てにしてるんだけどさ、俺も今安定した収入ないのにさ、それで俺の貯金全部使っちゃってそのまま逃げたんだよ。ひどくない？あんたも同じようなことしたけどね。勝手に逃げたし。それはそれでしょ。俺はちゃんと離婚届置いてったし、あいつは手紙も何もなしで急にいなくなって、勝手に借金してたらしくて、取り立てがやばいんだよね。だから頼む、ちょっとだけ貸してよ。働いてるんでしょ？働いてるけど、その時私はさっさと自己破産の手続きすればという言葉を飲み込みました。そう、離婚の時に勝手に私たちを捨てていなくなったカズヤに復讐してやろうと決意したのです。私はカズヤと会うための約束を取り付けることにしました。分かったよ。え、いいの？少しだけなら。500万くらい？それのどこが少しなのよ。脳みそどこに忘れてきたの？ひどい。少しってどのくらい？それは会った時に話す。お金は振り込むんじゃなくて直接渡すわ。それでいいでしょ？全然いいよ。俺ほぼ仕事してないし、してても今は日雇いだし、いつでも行けるよ。じゃあ来週の土曜日にパニ駅前のファミレスで待ち合わせましょう。了解。やっぱり持つべきものは頼りになる元嫁だよな。私は浮かれてるカズヤの LINE を横目で見ながら素早く数人に連絡をしました。離婚の時の恨みがやっと晴らせると
私は内心ワクワクしていました。そして会う約束をしていた当日、私はファミレスの外で連絡をしました。カズヤ。おお、アキコ、俺もう着いちゃったよ。早すぎたかな。アキコに会うのが楽しみすぎて。私とメイを捨てたこと、少しは後悔してる？なんだよ、急に締めっぽいぞ。ふざけてないで、正直に答えて。わかったよ、当たり前だろ。メイの成長を見れないのも心が痛んだし、アキコに会えないのも本当はすごく辛かった。本当に？なんちゃって。は？どう？俺かっこよかった？こういうセリフ言うのに憧れてたんだよね。アキコには悪いけど、メイの顔とか正直あんまり覚えてないわ。本気で言ってるの？結婚してた時もほぼ家帰ってないしな、赤ん坊がいるなーってくらいの記憶しかないね。でもアキコには感謝してるよ、こうやって俺を助けてくれるんだからね。その LINE を読んで私は確信しました。こいつに復讐しようと思っていたのは間違っていなかったと。そして呼んでおいたカズヤのお兄さんと一緒にファミレスへ突入しました。アキコ。え？連れてきたわよ、カズヤのこと許せないって思ってる人他にもいたから。あんたの悪事もここまでよ。ちょっと待ってよ、なんで兄貴までいるんだよ。アキコ、俺を騙したのか？金は？お金なんて渡すわけないでしょ、この最低野郎。私に離婚届置いて逃げ出しただけじゃなくて、家族からもお金盗んで逃げるなんてクズ中のクズよ。ちょ、言い過ぎだろ、俺メンタル弱いんだから。知るか、あんたのメンタルなんて関係ないのよ。お金はちゃんと返すこと、それに養育費の請求もさせてもらうからね。え？養育費？離婚はとっくに終わってるじゃん。終わってても関係ないから。養育費は子供が健康に充実した生活を送るための子供の権利なんだからね。あんたがいくら最低男でも逃げるわけにはいかないのよ。だから弁護士も呼んであるから。そんな。お前が俺たち家族から盗んだ金額500万もきっちり返してもらうからな。500万？そんなの盗んでないよ。お前が引き出したんじゃなかったら、お前の浮気相手が引き出したんじゃないか。どっちにしても実家に連れ込んだのはお前なんだから、お前が責任を取るんだよ。33歳にもなって情けないよ。兄ちゃん頼むよ、俺を助けてくれよ。あの時和也を助けた母さんも悪いけど、逃げたお前が一番悪い。これからは俺たち家族とアキコさんとメイちゃんのために償ってもらうからな。嫌だよ、働きたくないよ。カズヤはファミレスの中でみっともなく泣き崩れました。そう、カズヤは私たちを捨てた後、実は浮気相手と一緒に実家に1ヶ月ほど隠れていたらしいのです。私は後から聞いたので、その当時は知りませんでしたし、カズヤの親にも憤りを感じましたが、息子への愛情もその時はあったのでしょう。私には言い出せなかったと言われ、謝罪もされました。そしてカズヤの兄に、カズヤが実家のお金を盗んでさらに逃亡したという事実を聞いていたので、今回はカズヤのお兄さんにも来てもらったのです。私はその場に弁護士も呼んでいたので、カズヤに養育費支払いについての念書を書かせました。今は遡り請求ができるようになったので、離婚した時からの分とこれからの分を払うようにしっかりと文書にして残しました。自己破産するように進めなかったのは、お兄さんたちへの借金もなしにされてしまうと思ったからです。実際には浮気相手が作ったカズヤの他の借金は50万程度だったので、お兄さんが一旦立て替えたそうです。カズヤのお兄さんはそのままカズヤを連れて帰ったのですが、後日連絡をくれました。
先日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。その後どうですか？カズヤには GPS を持たせてもう逃げないように監視しています。仕事も朝と夜のバイトをさせているので、少しずつですが養育費の支払いも大丈夫そうですよ。それは安心ですね。アキコさんのおかげでやっと両親の大事な貯金が返ってきそうです。本当にありがとう。私もおかげでカズヤが逃げる心配がないので助かってます。今後も何かあれば言ってください。アキコさんも。それじゃあメイちゃんによろしく。カズヤはその後お兄さんの監視のもとしっかり働いているようで、今のところ養育費も少しずつではありますが以前の分を返済してくれています。私の生活は特に変わりありませんが、カズヤへの怒りは収まり、養育費も入ってくるようになったので結果オーライだなと思っています。メイもすくすくと育っているし、こんなクズな父親ならそばにいない方が良かったかもしれません。これからもメイと二人で仲良く暮らしていこうと思います。ファニコレをご覧の皆さん、こんにちは。ナレーターのみことです。今回も動画を見てくださってありがとうございます。今回もなかなかひどい男性が登場しましたね。不倫していきなり離婚届を置いて家を出て行って、家族のお金を盗んで元嫁にもお金借りようとしてという、かなりどうしようもない感じでしたね。唯一最後出てきたお兄さんがいい人で本当に良かったなと思いました。お金に限らず借りたものはしっかり返すということをしっかりしていきたいなと思いました。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。またパニコレでお会いしましょう。みことでした。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。